シャーロック・ホームズは、シャーロック・ホームズシリーズをベースにした人形劇である。脚本家、三谷幸喜が舞台を寄宿学校に登場人物を生徒と学校関係者に設定し、シリーズの作品を学校内の事件として脚色している。初回は2014年3月25日から27日までの3日間、NHK 総合テレビで先行放送され、 同年8月にはやはり NHK 総合テレビで別の3話が先行放送された。そして10月12日から2015年2月15日までの毎週日曜日午後5時30分から NHKE テレで改めて第1話から全18回が放送された。また10月5日にはスペシャル番組が放送され放送された日曜日の4日後の木曜シニアに 同じ回が再放送された。2015年2月22日から3月15日まで、第1話から第4話が本放送と同じ時間帯に再放送された。本放送終了後、番組公式サイト及び、シャーロック学園のサイトには、小さな事件の紹介という表現で、新作をほのめかす文章が掲載され、3月15日には、 シャーロック学園アカウントのツイートで2015年夏の新作放送が発表された。2015年3月22日には第37回日本シャーロックホームズ大賞を受賞した。2015年6月1日、同年7月から10週間連続で関連番組、そして2014から15年放送分からの特選番組が放送されることが明らかになった。 スタッフの一人、吉川国夫は、この番組の英語版を制作して、海外で放送したいと語っている。またネットショップで、T シャツや iPhone ケース、トートバッグ、マグカップなどの関連グッズが販売されている。ロンドン郊外の全寮性名門校、ビートン校に、オーストラリアから転校してきた、孤独な正義感が強く優しい少年の、ジョン・ H ・ワトソンは、ベーカー料221バイト放室で、 シャーロック・ホームズという一風変わった少年と同室になる。ホームズは問題児と言われており、とっつきにくい印象があったが、初対面のワトソンの経歴を言い当てるなど、観察眼に優れ、物事を鋭く見抜く力があった。やがて二人は、教師や生徒から依頼を受け、学校内の様々な事件に関わっていくことになる。なお、ビートン校の名前は、ビートンのクリスマス年間及び、 イートン校に由来している。脚本の三谷孝樹、脚本担当の三谷孝樹は大変なホームズファンである。また三谷は番組記者会見でホームズはミステリーではなくアドベンチャーであると述べている。もともと三谷はカラマーゾフの兄弟を人形劇化したいと考えており、ホームズの人形劇化には反対であった。ゲストが出るたびに新しい人形を作る必要があること。 推理の決め手となる細かい部分が人形劇では描きにくいことがその理由だった。また、シドニーバジェットの挿絵を人形化しようとしたが、ホームズが長身であるため、操作が難しいので、見送られた。他にも、すでにドラマ、シャーロックで、ブームが再燃していたこと、ジェレミー・ブレッド主演のシャーロック・ホームズの冒険もあったことから、二番戦時を避けるため、原作の良さを取り入れつつ、 学園物として制作することになった。対象年齢は10代前半、そしてかつてテレビの人形劇を見て育ったその親の年齢層である。学校が舞台ということで、それまでの会の依頼人や犯人も再登場し、レギュラーが増えて楽しくなるという設定になっており、本来殺人事件でなければ成り立たないはずの原作を学園物に置き換えるのが楽しかったと語っている。 また、なぜ舞台を学校に設定したのかについては、回を追っていく中で分かってくること、そして、ヒーローの研究、四つの署名、バスカビル家の犬、そして、恐怖の谷の四大長編をすべて映像化した、おそらく初めての作品であろうといったことも述べている。三谷自身は、これを楽しめなければ、シャーロッキアンではないと思うと語っている。この発言には、批判があったが、三谷自身によれば、 ホームズのシリーズは二次創作の死骸がある作品であり、その二次創作を受け入れるには遊び心が大事であるということ、つまりシャーロッキアンであるのならば、学園物という二次創作もまた受け入れるだけの遊び心を持ってほしいという意味であったとしている。ストーリーの最大の特徴は殺人が起きないことである。また、事件解決後も犯人や依頼人、そして被害者が残って、 その後の物語にも顔を覗かせるという設定になっている。三谷自身はこのドラマを冒険物語と位置づけており、殺人こそ起きないものの、妬み、不倫、詐欺などの悪事を登場させ、子供たちに人間の負の部分もきちんと見せるようにしている。またそれとは別に、個性の尊重や友情の大切さなどの教育的側面も重視している。三谷は、 ワトソンの描き方にも気を配っていて、ホームズにない人間としての温かさ、熱さを描いたとも語っている。三谷によれば、従来、漫才でのボケ役のようなところがあった、ワトソンだが、シャーロック・ホームズの冒険以後、ホームズとは違った人格の持ち主として、きちんと描かれるようになった。また、シャーロックのジョン・ワトソン役のマーティン・フリーマンを高く評価している。フリーマンは、三谷作。 パペットデザインの井上文太パペットデザインと人形美術監修の井上文太は同じ記者会見で人形の造形に気を配ったと明かしており、ホームズは広い額と大きな耳で知的で好奇心旺盛なイメージを出し、三谷の意向も受けてプルンと尖った花をつけている。これは原作のホームズがそうであるように花に特徴を持たせたいという意図で実現された。三谷はまた、 脚本を出すときに、当て書きのような形で、イメージキャストを出している。例えば、バスカビル家の犬の場合は、ヘンリー・バスカビルが、ウィリアム王子、ステイ・プルトンが、ウディ・アレンのイメージといった具合にである。また、井上は、今回の人形の造形にあたり、子供が落書きできるようなイメージでデザインしたと、語っている。井上は、GTF スマイルチャレンジ委員江戸川2014で、 この作品と、新、三重詩を対象とした、イラストコンテストの審査員を務めている。顔は、基本的に、無表情で、演出は、脳や文楽のように照明によって行われる。髪の毛は、男性の場合はワトソンを除いて、メリーゴーランドのようなポップな塗装である。一方、女性の人形の髪は、和服に使う絞りを用いている。セットは、ドールハウスをイメージしており、 特に学校の回廊は、コッツウォルズ地方の修道院の回廊をモチーフとしている。それ以外にも、シャーロック・ホームズ博物館の窓のステンドグラスや、ロンドン市内の駅舎などもセットに応用されている。また、シャーロック・ホームズというイギリスの作品を日本人が手がける以上、日本らしさがあっていいという発想から、セットの植物や小道具には和紙が多用されており、 それ以外にも関連者や不織布が用いられていて、自然な風合いを醸し出している。ビートン校には、アーチャー、ベーカー、クーパー、ディーラーの4つの寮があるという設定で、それぞれのシンボルカラーは、エンジ、紺、緑そして灰色である。生徒たちの制服の色はこのシンボルカラーにちなんでおり、ホームズの着ている制服も紺色で、左胸に懐中時計とコンパスをぶら下げている。 井上のデザイン原画では、ホームズは、ドクロの頭がついたステッキを持っており、靴底には、踊る人形の人形を使って、シャーロック・ホルムズと刻んである。ただワトソンは転校生であるため、前の学校の薄茶色の制服を着ている。また声優選びに関しては、少年といっても一癖あるキャラクターで、それなりの演技力を必要とするため、山寺光一にオファーを出した。山寺は、 自身の年齢から15歳の役は無理と伝えたため、まずオーディションを行い、何通りかの声を試してみた。その時、三谷が出した人の目を見て喋れない少年のイメージの条件に山寺の声が合致し、彼がホームズの声を担当することになった。また、三谷は山寺についてナイーブで繊細で、当然少年という役をナイーブでも少年でもない人が演じて、 あれだけぴったりハマるのは、すごいと言っている。ちなみに、ホームズ、ワトソン、そして、モリアーティを演じる山寺、高木渡る、エバラ聖子は、新、三重子で、それぞれ三重子のアトス、ポルトス、アラミスの声を担当している。その他にも、新、三重子で、主人公、ダルタニアンの声を担当した、池松壮介は、ステープルトン役。 ミレティの声を担当した戸田恵子はクライニー役アンル王妃の声を担当したセトカトリーヌはサザーランド役でゲスト出演している番組中でハドソン夫人が口ずさむメロディーは番組オリジナルである番組の制作方法としては先にセリフを収録しそれに合わせて人形を動かすプレスコの手法が取り入れられている番組のオープニングのタイトルバックは CG によるマッピングを駆使しており、踊る人形の棒人間が描き出される。前作の新三0史もそうだったが、この作品も第8話と第9話の愉快な4人組の冒険がミュージカル仕立てであったり、第11話のマダラの紐の冒険に登場する沼毒蛇の反転が原作の一部であるマダラの紐のホームズとロイロットの会話に登場するクロッカスを模した、 ものであったりと、随所に遊びが取り入れられている。また、校長室の壁にシン、新、三重市のバッキンガムアラミス・ポルトスの絵が飾られていたり、美術室に三重市やオレリーをかたどった胸像が置いてあるなど、前作ともリンクしている部分が見られる。音楽はシン、新、三重市で音楽を担当した、スパニッシュコネクションのメンバーの一人で、バイオリニストの平松香奈が担当。 原作の古典的な雰囲気と人形劇のコメディタッチとの相対する要素を効果的に表現すべくヨーロッパ音楽の様式にスイングやアイリッシュミュージック、フラメンコなどの世界の多様なリズムを取り入れたストリングス編成の音楽となった。録音はドイツでダニエル・ハーディングとマーラー・チェンバー・オーケストラの協力のもと行われている。原作ではシャーロック・ホームズがバイオリンを弾くシーンがあるため、 バイオリニストとして光栄だったと平松は語っている。オープニングテーマはナノのスカーレットストーリーである。ヒーローの研究をテーマにした歌詞をと依頼され、まずこのタイトルが頭に浮かんだという。作曲はウエストグラウンドで誘惑の中での真実の探求をテーマにしており、イントロ部分はバラードだが、その後ロックとなる。ナノ自身はこの曲を、 ホームズ自身の内面の苦闘を表現したと述べている。放送はいずれも総合テレビで、放送時間は、第1回から第3回は19時30分19時50分、第4回と、第5回は19時30分19時55分、第6回は17時22分17時42分で、あった。10月12日午後5時30分から、毎週日曜日、 NHKE テレで改めて第1話から18話まで放送開始となる。また、8月には総合テレビで第1回から第6回まで再放送があり、いずれも12時20分12時40分までである。2015年7月から9月まで放送されているスピンオフ番組。今まで放送されたエピソード10編とワットソンによるクイズ番組の2部構成になっている。 クイズ編には、レストレードとパイクが、レギュラーで登場している。本放送前の特別番組で、2014年10月5日午後5時30分から50分まで、E テレで放送された。脚本担当の三谷幸喜へのインタビュー、そして、俳優で YouTuber の瀬戸博史による、制作スタジオでの収録風景のレポートと、創演者へのインタビューに加え、 イギリスのリーズでのホームズのコスプレイベントや、ロンドンのシャーロック・ホームズ博物館ゆかりのパブに集うファンを取材している。また、一部のファンや、ロンドンシャーロック・ホームズ協会関係者に番組を見てもらった上での評価や反応も紹介されている。2014年12月28日放送の山寺光一司会による特別番組である。感謝賞、歌唱賞、 アイドル賞の三つの賞があり、それぞれ総演チーム、ハドソン夫人、そしてトビー、ソフィ、ベーカー両遊劇隊の動物たちが受賞した。その他に、音楽担当の平松か奈、指揮者、ダニエル・ハーディング、主題歌を歌うナノ、そして、パペットデザインと、美術監修の井上文太のインタビュー映像やナノのミュージックビデオも放送され、その後シリーズ後半の予告映像が一部流された。 本編終了後に放送されるミニコーナー日本チャーロックホームズクラブの協力を得ているアニメのホームズとワトソンが登場し放送された作品の原作に関する3択のクイズが出題される2014年11月13日放送分にホームズ役の山寺光一が出演しなぜ声優を目指し2015年7月16日放送18日にーテレ 21日に総合テレビで再放送。今までの関連番組のダイジェストに加え、今回のプレゼンター役、ワトソンの声を担当する、高木渡のインタビューや、クイズがいくつか紹介されている。番組関連イベントとしては、イラストコンテストである、GTF スマイルチャレンジイン江戸川2014が、2014年8月下旬に行われた。その他にも、 2014年11月1日から3日まで NHK 文化祭でパペットの展示が行われた。また2014年11月30日から12月28日まではスタジオパークで NHK パペットエンターテインメントシャーロックホームズ展が開催されパペットやセットの展示以外に日曜限定で実演ワークショップも行われる。 井上文太のツイートによると、2015年3月に、ホームズのパペットとイラストが東京アートフェアに出品予定である。その後5月に、横浜人形の家で、パペット展示イベントとスタンプラリーが行われ、スタンプラリーの参加施設の一つである、ホテルメルパルク横浜のレストランでは、メニューに、ハドソン夫人のチキンカレーが登場した。7月から9月にかけても、再び、 横浜人形の家でパペット展示及びスタンプラリーが行われている。また、同年8月23日から29日まで、東京の八方園でパペットの展示を盛り込んだ日本だアイス期展も開催される。2015年12月14日から26日まで、千葉県南房総市のと三浦美和、クラブギャラリーでパペットたちのクリスマス展として、 登場人物のパペットの展示が行われた。少年シャーロック・ホームズシリーズは人形劇シャーロック・ホームズをノベライズした作品である。いずれもポニーキャニオンから発売されている。また、2015年3月18日に全18話と特典映像を3枚のディスクに収録したブルーレイボックスが発売された。2015年2月16日サウンドトラックが発売された。 また、オープニングテーマ、スカーレットストーリーを収録したナノのアルバム、ロックオンが2015年1月28日に発売された。2014年10月4日に、小学館から番組ガイドブックとして NHK パペットエンターテインメントシャーロック・ホームズ冒険ファンブックが発売された。内容には声優へのインタビューや人形のデザイン、 人形劇のセットについての記事などが盛り込まれている。また、2015年2月26日には、シャーロック・ホームズ完全メモリアルブックが発売された。2014年11月21日に、主婦と生活者より NHK シャーロック・ホームズ推理クイズブックが発売された。この本オリジナルのビートン校絡みの事件を推理するという内容で、事件は全部で20件あり、 初級編、中級編、上級編に分かれている。また、2014年10月9日には、ホームズ、ワトソン、アイリーンアドラーのフィギュアが、デアゴスティーニジャパンから発売された。ありがとうございます。